どうもおはようございます、柴です。今日はですね、なんと滋賀県に近江牛と松茸がね食べ放題のお店があるということでやってきました。ドライブでね疲れてるんですけどもね。俺だけな。松茸どこかな。まだだね。やっと着いたぜほんまに。バスもあるっていうか結構ツアーに入ってるよね。むちゃ金ないやつが無理してきますよみたいなうわみたいなツアーだねやな、ね、松茸食べ放題ツアーみたいな。お花畑と俺花取りに来たおっさんみたいあれか、帰りのことは考えるとこ結構こう出てんな。予約したっすよね。予約したおいでやす行きましょう。いい感じやね、休暇ですね。来てよかった。トラ運転もしてないやつ元気やなはい、やってきました。松茸、ほんまに松茸むっちゃある。これが食べ放題ですよ。おかわり自由で、これに近江牛。邪魔そうやん、これすき焼きの食べ方知らないんで気をつけていただいて、2個をね、まず持ってます、はい、やばいな、これ食べ放題やばない。やばいね。ちょっと汚くないか。えもっとどぼどぼ行ってくれないあと1周まあいいや、で、料理して1。はい、あ、これで出来上がり。松茸入れていって、スタート。ほんまに行きやった。うわー、どぼー。うわ、マジか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 。よだれがもう、ね、たまらん。やばいね。あ、すいません、生ビールお願いします。おほほ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 。てっ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 て、お肉、うわさお肉はいっちゃおう。ありがとうございます。いただきます。うまっ、柔らかっ。そこにでん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 、はい、あー甘い。死にません。まっさきいただきます。うん、うん、あ、いい香り。めっちゃいい香り。うん、最高。あ、いいね。先生どうすか、どう。え、早く早くお肉焼けてほしい。うはい、はい、ありがとうございます。塩絶対どう。うん、うま、ほんま俺今日めちゃめちゃ苦労してるからさ朝も早起きしたし、うん、よし、お肉行こう。うわ、ちょっと生っぽい感じで行きましょう。お肉ちょっと生な感じでいただきます。いただきます。うわ、うん、おいしい。松茸ご飯いただきます。めっちゃ入ってる。あ、うん、どっちを食べれば得なく迷いますね。うん、ね、うん、松茸を食うべきなのか肉を食うべきなのか。大盛り食うたらいいんじゃないですか。巻いて食べたら美味しかったです。あ、松茸を近江牛で巻くと。そうそうそう、めっちゃ美味しかった。うん、うまっ、うまっ。わ、これすごいいい感じだけど、肉巻き贅沢やでな。僕ね、食べ放題こんなお肉見たことがない。ちょっと生ぐらいいただきます。
飛び蒸し行きたいと思います。見て、松茸入ってます。飛び蒸し、うまい。香りが深い。お願いします。お願いします。すごい量ですね、これ、はい、あ、どうぞどうぞ。すげえ。これ、けど中に入ってる松茸美味しいんやろな、多分。だいぶエキス、この汁に出てると思うけど、なんか、こんだけ松茸を大量に出してくれるんやったら、松茸は網で焼きたい。はい、ね、網焼きは思ってましたね。網焼きもしたかったね。相当食べたね、僕ら。うん、相当食べたよ。正直、肉もいらん。え、正直、肉もいらん。ほうほう、贅沢。贅沢言うけど、肉いらん。肉いらん。こんだけ食べれねえね。こんだけ食べられねえ。こんだけ食べれんだよ。そしたらまた膝痛くなってきた。いいね。生まれて初めて、こんなに松茸、みっちゃり食べたのに。なんと、デザートはミックスベリー。ここに来てこれを開けるとは。ベリー、あ、おいしい。すき焼き食べた後やからなんかすごい美味しい。梨かな、なんか桃かな、これ桃ですね、うん、お腹いっぱい、ごちそうさまでした。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 松茸大量。松茸初めて、近江牛も初めて。もう一生いいです。大量食いしたね。一生いいぐらい食べました、本当に。で、はい、お土産までもらっちゃった。もうこれ一生分の松茸、近江牛食べましたね、僕。確かに。これ何入ってるの、お土産？お土産はね、お菓子と。うん、スコーンかよ。これ何やろね。何やろ。これ何か分からないけど。うん、あともう一個。何か。お、栗やね。あ、ちゃうな。松茸昆布。あ、それ絶対美味しいわ。はい、絶対美味しいわ。これはこの、あ、この夫婦にあげよう。あげへん。ということで、あの、ここね、8月から12月までは、はい、生の松茸食べれるそうです。食べれるんで、ほんで12月から一年中やってるらしくて、その他の時期は冷凍松茸、はい、なんで、あの、ちょっと美味しくない、美味しくないって、あの、店員さんが言っとったのが美味しくないんでしょ。間違いなく、はい、だから来るなら12月までに、うん、松茸狩りもできる。そうそうそう、はい、1500円で松茸狩りができて、うん、なんか、まあ、それは取れる人取れへん人個人差があるっていうと、はいはい、どこで取るのかな、なんか裏山みたいなこと取っとけよ。なんか松茸の時は朝11時にこの本店に集合だし、うん、それ以外はないみたい。へえ、うん、あっちかな、ねえ、うん、帰り胃がやばいですね。胃がやばいですね、うん、まあ、僕助手席なんで。僕お酒飲んだんだよ、ちょっと運転できない。いいよ、ここ。いや、大丈夫やから。ちょっとほんまに飲酒運転 OK やから。飲酒運転 OK、 この辺 OK、 うん、OK、 免許はいらない。いらん、うん、使わんやろ、仕事で。使わん、うん、大丈夫、うん、気持ち、あー、気持ち悪い。ちょっと気持ち悪い。揺れるなー。あー、でもなんか気持ちいいな、やっぱ田舎の。窓開けとったな、田舎の空気が気持ちいい、うん、けどもうちょっとしたら1号線に出るからさ、はいはいはい、排ガスまみれ。あー、もうその頃だったら忘れてますよ。
幸せ。運転せいやもん、ほんま。